はい、皆さんこんにちは、おがチャンネルです。今日はトイックパート5、1日5問の第40弾です。節目の40弾を迎えました。皆さんのおかげです。ありがとうございます。ということで、早速ポイントですが、ポイント1に変わらずです。いつも通りですね。1問につき30秒目安。そして文法が20秒、文脈が40秒なので、鳴らして30秒ということです。で、ポイント3加えました。熟語とか語彙。実はこのトイックのパート5に、熟語だけを聞く問題とか、語彙の難しさ。を聞く問題ってあるんですね。その割合っていうのがだいたい 15% ぐらいです。まあ3問から5問ぐらいの割合で入ってます。なので、それは仕方ないんですけど、熟語をマスターするしかないということです。でもし、熟語帳とか、使ってる方がいると思うんですけど、キンフレとかね、ぜひそれをちょこちょこやってみてください。電車の中でもいいし、朝起きてからでもいいし、なんか隙間時間にやってみてください。それでは116番からいきましょう。30秒でどうぞ。では116番いきましょう。Although the hotel is located in a resort area, its new marketing campaign is aimed なんとか business travelers. これは be aimed なんとかなんで、これもう熟語です、完璧に。これが今言ったポイント3のことですね。なので be aimed at。 この at っていうのはポイントを指します。だから aim っていうのは狙うって意味ですね。で、狙うときになんかこうポイントを指すってイメージで at です。例えば、at 6だったら6時にって意味ですね。だから6時のポイントを指す感じです。時計の針が。そんなイメージです。at は。ポイントです。つまり、ポイントの at で覚えましょう。ぜひ。で、be aimed at っていうのは何とかを狙うって意味なんで、これは business travelers を狙ってますよ。つまり、ビジネスの旅行客を狙ってます。そのホテルはリゾートエリアに位置しているにもかかわらずということです。although っていうのは何とかにもかかわらずという意味です。こんな感じで although SV、SV の形を取ります。こんなイメージでいいでしょうか。マーケティングキャンペーンはそのままマーケティングのキャンペーンで構いません。ということで答えは C です。では117番いきましょう。こちらも30秒でどうぞ。では117番いきましょう。After Mr. Lush retired, Ms. Cho took the 何とか in planning the company's social events って言ってるんですけど、 the の後っていうのは基本的に名詞です。この中で名詞が A、B、C、 すべて名詞ですね。まず文法で絞れるのが A、B、C です。 D だけは動詞です。ちなみに C っていうのは動詞でも名詞でもいけるんで、一応この A、B、C に入れておきます。ここですね。そしてじゃあどうしようっていうときに、この take the 何とか in ing 形、これも実はね、熟語なんです。これも。たまたま今回熟語が続きますね。take the lead です。つまり答えが C になります。C が答えです。この take the lead ing 形っていうのは、率先して何とかするって意味です。つまり in ing 形、ここで言ったら planning the company's social events。この会社の、ソーシャルイベント、社交イベントをするときに、率先して計画しますよということでした。 take the lead in ing 形で率先して何とかするということです。もちろん retire は退職するですね。こんな感じでした。大丈夫ですか。それでは118番どんどんいきましょう。こちらも30秒でどうぞ。
では行きましょう。The intersection of Wallace Avenue and Third Street will なんとか open to pedestrian traffic during construction. これはちょっとね、トリッキーですね。open っていうのは形容詞もあるし、動詞もあります。形容詞だったら空いているっていう状態です。そして、もちろん動詞は開くですけど、これもし動詞だとしたら、これ何もいらない、つまり副詞ですね。でも ABCD 見ると、すべて副詞ではないんです。つまり、この open っていうのは動詞ではなく形容詞です。形容詞として考える。わかりますか？もしこれが動詞だったら、ここは絶対に副詞のはずなんですね。でも副詞がないからです。そして、じゃあこれが形容詞だとしたら、何が入るかなってことなんですけど、意味的には remain です。remain っていうのは何とかのままってことです。この問題は熟語と語彙で解けます。で、remain っていうのは形容詞が加わって、形容詞のままって意味です。例えば、the room remains silent みたいな感じですね。その部屋は静かなままです。ということで、これは空いたままって意味です。この intersection っていうのは交差点。交差点は空いたままですよ。誰にって言ったら pedestrian traffic。つまり歩行者の通行にってことです。歩行者の通行っていうのが pedestrian traffic。で、いつかというと、この during construction なんで、工事期間中ということでした。少し難しいんですけど、やっぱこれも熟語、語彙の知識が必要です。この3問は非常に熟語、語彙が多かったですね。次はどうでしょうか。119番も30秒でいきましょう。どうぞ。で、119番いきましょう。なんとか caterers charge an extra fee for cups and napkins。 これはいいでしょう。なんとか caterers なんで、前に来るものって決まってます。答えが A です。 most caterers、 文法です。文法で解けます。見た瞬間に解ける問題でもありますね。で、 B がいけない理由っていうのは almost っていうのは副詞なんで、例えば almost all とかね、 almost every とかが来ます。そして、most ofMost of っていうのは、後ろが特定されなきゃいけないです。Most of the なんとかってことですね。例えば、Most of the caterers。これなら悪くないですね。そして D の The most っていうのは、最上級が来るんで S がつきません。The most caterer。ただ、それもおかしいですね。最も多くの caterer って言ってるんで、ちょっとおかしいですね。なので D はもともと合わないですね。文法的にも文脈的にもアウトです。ということで、した答えが Most プラス複数形という感じでした。そして意味としては、ほとんどの配膳業者は、charge、請求しますよ。何を請求するかって言ったら、an extra fee、追加料金を請求します。何のって言ったら、カップとナプキンのということでした。大丈夫ですか？それでは、120番いきましょう。ラストですね。30秒どうぞ。では120番いきましょう。Our online and evening programs allow students to earn credits while なんとか working full time。 これ下線がなくても while working full time、 フルタイムで働く一方でって言えるんで、これは副詞が入るんですが、すべて副詞です。じゃあ文脈でいきましょう。文脈ですね。で、捉えていくと、オンラインのイブニングプログラムっていうのがありますと。それは allow っていうのは許すって意味です。 allow、 こんなイメージです。人に対して許します。V すること。つまり、学生に対して、こうできますよってこと言ってますね。何ができるかって言ったら、to earn credits なんで、単位を稼ぐって意味です。earn credit っていうのは単位を稼ぐとか、単位を得るって意味ですね。そして、一方での while ですね。一方で、フルタイムとして働きながら。つまり、この2つのことが一緒に起こってるわけです。1つ目が単位を得ること。もう一個はフルタイムで働くこと。この2つが同時に起こっている。答えが で ということです。でのサイムテニアスウェイというのは同時にという意味です。ちょっと発音が難しいんですが、アクセントはここにありますので、ぜひ覚えておいてください。サイムテニアスウェイ。
ということで、120番が文脈でした。119番が文法。この119番は解きたい問題の一つです。118、117、116、これは今回はたまたまこの語彙、熟語がかなり難しいのが来ましたので、まあこれ知ってればできるし、知ってなければできないんですけど、例えばその中でも117番なんてものは一応この D は外せるんですね、文法だけで。あとは ABC で選ぶということで、一応正答率を上げられるということです。あと116はこのポイントの後ですね、1点を指す後、ぜひ覚えておいてください。それでは節目の40段が終わりました。これからも45、50と目指していきたいので、ぜひ、ご視聴の方よろしくお願いいたします。コメントもぜひ残してください。では失礼します。最後までご視聴いただきありがとうございました。英語学習や留学のカウンセリング、英作文添削も行っています。ぜひホームページをご覧ください。